おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、10月2日朝5時32分になります。今日金曜日なんで、月初めの金曜日っていうのはね、第1週目の金曜日っていうのは米国の雇用調整が発表されます。今日はそれも少し触れながらお話したいと思います。でまずはね、相場の方をチェックしますんで、チャートの方をご確認ください。では画面切り替えていただいて、これがデイリーですね。デイリーを見てみますと、まあずっとお話してるんでね、もう皆さん頭の中私が言うこと分かってますよね。まあまずは右肩下がりに推移してるよってことと、ここに V の字があると。でその半分ぐらいの大きさでここに V の字があると。で逆 V の字がここにありますよね。でここにもありますよってことですよね。で今直近の V の字っていうのは回復してきて上昇してきて横ばいに転じたところだということですね。で前回の V の字の後って横ばいになってないでしょ。逆 V の字がすぐ出たわけですよね。でこういうふうに来て、また逆に触れて、結構上下してたわけですよ。で今回は明らかに横ということなんで、エントリーには適さない時間帯が来たかなと思います。ただ今日の雇用調整でどうなるか分かりませんけどね。4時間の方に切り替えます。はい、 V の字が大きくなりました。ドーンとクレバスを用いてですね、で N の字を書きながら上昇してきたわけなんですけども、ここに来てね、緩やかに横ばいと、ちょっとだけ上に向かっているところと、まあ全体的にはこれ横ばいと考えていいと思いますけどね。移動平均線は横から若干上向きに、向いてるかなと、緩やかに上昇基調にあるかなっていうところですけども、まあね、このチャート見るときにここぐらいまでは上がるだろうって考えてもいいですよ。ただやっぱり基本的には大きな流れは下ですんで、売りに向かうというふうな大前提はあります。これが4時間の見方です。いいですかね。で次1時間なんですけども、1時間はこれ上に向かってるように見えます。まあなだらかに上ですよね。なだらかに上なんですよね。で上目線はどういうふうに形作るかと言いますと、この下に行って上に行ってるところがありますよね。ここを安値と考えます。じゃあこの安値なんですけども、この安値の下の方にぐーっと伸ばしていって、どっかにぶち当たるとこあります？ないですよね。これが安値確定ですね。で、次同じようにここに振りますよね。横にぐーっと行っても当たるとこないですよね。だからここ、安値。次はここです。そうですね。これ横に行ったらここにぶつかりますね。まあ、ヒゲなんでそのまま行っちゃいましょうか。こうですね。次は、例えばここ。やったら横にぶつかりますよね。だからここで一旦止まります。こういう風な線を結ぶと、ここまでが高値なんですけども、戻ってきたところ、ここを今度新しい点として、ここをちょっとね削っていきます。そうするとまあこの丸で横一線になると思うんですけどね。でこれをずんずん伸ばしていくって形です。じゃあこれはどうなってんのってことになりますけども、これもねこういう風に考えていいんですよ。こういう風にね、ちょっと右に行くに従って広がるような上昇トレンドかなと思いますよね。まあだからきっちりとね引けないと思うんですよ。きっちりと引けないんですけども、おおよその方向性をつかむことによって、自分のバイ、もしくはねセル、これが大きく担保されるのかどうかってことを感覚的につかむために、この右肩上がりなのか、それとも売り目線下、右下下がりなのかってことを捉えていくってことが必要になってきます。その上でですね、チャート一本一本見るんですよ。どんな足の形になってるかとかね、上髭はどうなるか、下髭はどうなのか。で、ちょっと余談ですけども、FX の基礎講座今度やりますよね。これ今、ローソク足引きましたけども、ローソク足がこうやって、髭がない状態ね、坊主の状態でしたら、陰線なり陽線なり、その方向に準じてエントリーすればいいってことになりますけども、例えばね、陽線でもこうなったらどうします？陽線。これは上に行くのに限界を感じてるわけですから、単純に倍をすればいいってものではないんですよ。ヒゲが出てるってことは、ヒゲの方向にはもうすでに抑えが効いてるってことなんですよね。圧力が下にもかかってますよってことなんですよ。まあ、ですんで単純に倍をかけると、このヒゲが次の瞬間大きく伸びていくこともあるんですよ。ただヒゲがない場合は、そちらの方向にね、向かっているんで、基本的には買っていけばいいってことになります。まあ、その上でね、他の要素、例えば全体的な時間軸の流れが右肩上がりなのか、右肩下がりなのかってことを組み合わせて判断するってことになりますよね。
ちょっと軽く基礎講座のことをね、お話ししましたけども。じゃあ、ちょっと雇用調整の話をしましょうか。ここにありますように、2020年10月2日、今日ですよね。日本時間21時30分にアメリカの9月雇用統計が発表されますとあります。この短い文章、これね、絶対に読み逃さないでくださいよ。基礎講座でもやりますけども、毎月の最初の金曜日のこの21時半とかね、22時あたりには、米国の雇用統計の発表があるんですよ。その前の月のね、9月締めの雇用統計の発表があります。じゃあ、この雇用統計の発表がどういうふうにドル円に影響するのかってことですけども、これが大きく影響するんですよ。ただ、どういうふうな発表があれば、どういうふうに影響するのか、これはわかりません。だファンダメンタルの一部と言ってもいいですよね。まあ、ですんで、私のテクニカル理論では、この時間にはトレードをするなってことになります。博打になりますんでね。まあ、そもそも私のトレードって、夕方の18時とか19時には終わるような形で放送してますから、この時間にトレードすることはね、通常考えられないんですけどもね。まあ、たまに儲かってる時は私ね、結構遅くまでトレードしたりするんですけども。まあ、それは特殊な例を除いては、基本的には朝の6時ぐらいにエントリーして、12時、正午ぐらいに調整して、そして夕方にはエグジットしてね、利確をするってことになります。はい。じゃあ、今回いかがだったでしょうか。ちょっと5分を過ぎて喋っちゃいましたけども、まあ、初月、月の初めとしてはね、いろいろな必要な要素を盛り込んでいたかなと思います。それではね、今度は、あと5日、月曜日からになりますけども、本格的に10月の相場を始められるのは6日からだと思います。その時にはエントリーするなりね、エグジットするなり、ロスカットするなりが始まると思います。で、10月ってのは非常にこれからね、31日まで長いわけなんですけども、このようにね、やっぱり月末とか月初って結構使いにくいんですよ。それから月曜日と金曜も私は不得意としますので、正味ね、エントリーできるのって、6、13、20、27から9、16、23、30の、このね、そうですね、4日間、3日ですね、3×4 で12、12日ぐらいなんですよ。だからね、正味12週間じゃない、12日、2週間ないぐらいが私たちの勝負の日なんで、じゃあそのね、2週間の間に、10万円稼ごうと思ったら、1日に8000円の利益を取らないといけないと。しかもこれ、ロスカット抜きにそうしないといけないってことになりますんで、結構しんどいでしょ。だからね、月収100万の FX っていうのは、いかにね、遠い世界にあるのかってことを感じていただきたいと思います。私もまだ月収して、100万なんてとてもじゃなくて言ってないです。4年かけても言ってません。まあ、ですんでね、皆さん基礎をしっかり固めて、その基礎をしっかり固めても、月収100万は遠いですからね。だから簡単に稼げますとか、FX で月収100万、3ヶ月、6ヶ月みたいなのは、一部の天才以外を除いては、これはね、そうはならないよってことを認識の上で、いろんなね、ツールを買う人はツール買えばいいと思いますし、いろんなコンサルを選べばいいと思います。私の力量が少ないだけかもしれませんけども、コツコツと4年間やってきて、やっとね、今年1000万超えるかなと。1000万年収を超えるってことは、月間で80万ですからね。だからね、月収100万いかないんですよ。まあそういうことを捉えてみてください。ちょっと長くなっちゃってすみません。それでは、いってらっしゃい。